はい、こんにちは、レトスノーノです。3月17日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。いつやるの？今でしょ。東進ハイスクールの有名講師、林修先生の名言ですね。これの逆が後でやろうだと思います。後でやろうだと、結局後になってもやらないんですね。結局後回しで試験に間に合わなくなります。勉強やらないとな、と思ったら今すぐ勉強に取り掛かりましょう。では本日の3問に入ります。 A が B に代理権を授与して A 所有の土地を売却する場合について、 A が破産手続き開始の決定を受けていると、これを理由に B の代理権は消滅する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ丸ですね。任意代理の場合、本人の破産手続き開始の決定により、代理権は消滅します。一方、法定代理の場合、本人が破産手続き開始決定が出ても、代理権は消滅しません。で、法定代理の場合っていうのは、本人が制限行為能力者の場合なんですよね。例えば、本人が未成年者であって、法定代理人が親だったり、まあ、そんな場合ですね。で、こんな場合っていうのは、で、その制限行為能力者である本人が破産したからといって、まあ、法定代理人がいなくなったらこれ困りますよね。つまり、未成年者が破産した場合、親の法定代理人としての、まあ、代理権が消滅したら、本人の未成年者は困るわけなんですよ。だから代理権は消滅しないっていうふうなルールにしてるんですね。で、これ一方で、これ任意代理の場合はそうじゃないよと。本人が破産したら、それ代理権消滅しますよっていうふうになってます。で、今回の問題文でいくと、これ任意代理なんですね。A さんが未成年者だったり、まあ、成年非後見人のような制限行為能力者ではないですよね。そういった記述は書いてありませんので、そうではないと。つまり、ま、任意代理。A が A の意思に基づいて B さんに代理権を与えているのに任意代理。だから、こちらの上のこのルールですね。これが適用されて、本人 A が破産したら B さんの代理権は消滅するよと。まあ、従ってこれ丸になるというふうになります。で、これ昨日も言ったんですけども、考え方がわかると、あなたがお持ちの、まあ、テキストに書かれている表とかを覚えなかったとしても、その表が書けるようになるんですね。まあ、今回一部ですね、理解の仕方をお伝えしました。それが制限行為能力者、こっちの場合ですね、法定代理の場合ですね。こっちについてはこのように理解していただくと、もう間違いないと思います。一方、任意代理の方は今回はちょっと解説長くなりますので省略させていただきました。まあ、こういったところもちゃんと理解をしていくってことがすごく重要なんですね。で、私自身、あなたと同じように、表とかって覚えてないんですよ。でも、考え方が分かっているから、その表っていうのは、いつでも書くことができます。考え方が分かれば、つまり理解できれば、答えを導くことができる、ということなんですね。で、個別指導の受講者さんについては、合格テキストの P22 を使って、理解していただければと思います。考え方、覚え方、この部分に記載しております。で、今回の問題、任意代理についての問題ですが、まあ、法定代理の場合の方、こちらも間違いやすいので、出題される可能性も高いです。しっかり比較して頭に入れておきましょう。で、問2ですね。宅建業者は、事業開始後、新たに支店を一つ新設した場合には、当該支店の最寄りの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。支店最寄りではなくて本店最寄りです。営業保証金を供託している宅建業者は、営業保証金を本店最寄りの供託所に供託しないといけないんですね。これは初めて営業保証金を供託する場合もそうですし、新たに支店を増やして、で、その支店分の営業保証金を供託する場合も同じです。すべて本店最寄りの供託所に供託しないといけないです。まあ、これもおなじみの引っ掛けパターンなので、試験作成者はこういった問題が大好きです。引っ掛けパターンをちゃんと覚えておきましょう。で、建築基準法です。高さ〇〇メートルを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に飛来設備を設けなければならない。この〇〇メーター、これは何メーターでしょうかという問題です。実際このような穴埋め問題でないんですけども、この数字は覚えていただきたいので、穴埋め問題にしております。で、飛来設備っていうのは、まあ、雷が落ちた時に、その雷のエネルギーが建物の中に入らないように、つまり、マンションとかだったら電化製品とか家にありますよね。そういったものが建物にバーンって落ちた時に、壊れないようにするために、マンションの屋上とかに設置しておく、まあ、設備みたいなイメージです。で、これについては20メーターですね。
20メーターを超える建物については原則飛来設備を設けなければなりません。で、個別指導の受講者についてはこれ語呂合わせで覚えた方が早いので語呂合わせで覚えましょう。受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、そちらご確認いただければと思います。まだチャンネル登録していない方は上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。